チーム先行って。うん。あれ？じゃあ天井と先行ってきた。今ちょうど2階の階段踊り場です。3階です。こっちです、こっち。16ミリ、17ミリ。
返しの。これが一番の B ですね。これもこっち側だよね。ああ、こっち側もあるね。これバルブですね。サイド系はあった。あれ。これはゼロ。こっちはゼロです。はい、OK に、カバーが被ってる。カバーついてました。これあれ、どうやってそっちが行ったの？あった！はい、返し！ 100%！ A ですな。 B は今0だった。はい、了解。はい、じゃあ取った。これ中行けないですね、もうね。行けない。こっちはこんな感じで、ちょっともう行けません。これは大丈夫そうだね。大丈夫、大丈夫そうですね。22ミリ。了解。ちょっとこれはこれ以上行けないですね。うん、じゃあもうちょっと戻りましょう。こんな感じです、ね。こんな感じですね。天井抜けてる。あ、これなんか前より崩れてるような感じですな。はい、よし、じゃあちょっと戻りましょう。あれ、エオメは？エオメはね、渋さんのね、ちっちゃいやつなんですよね。ここに溜まってる水はなんだろう。了解。これで分かんないね。うん、分かんないですね。分かんないんだろうね。ゼロ。ちょっと先に戻ってもらえますか？
いな。この辺の配管だけですかね。やばい。ガレキが崩れてこんなになってます。ちょっと待って、ちょっと待ってみましょうか。本体が剥がれて落ちてますけど、体感はそんなでもなさそうです。あ、これを他が何でもいい。これメイキャップバルブですね。体幹はなんか向こう側は大丈夫ですね。うん、入ってますね。すごい広いよ。右に蹴るに。はい。水星、水星これだな。これ水星ですね。水星 85%。 了解、水星 85% 水星了解。水星 64%。 水星 64% 了解。5000ミリ。はい、ドレンデンかなこれな。50ミリ、やっぱ結構高いんだな。67ミリ。体幹損傷も、体幹損傷は見たらないですね。南側の方がなんか本材が剥がれてて、ちょっと70ミリ。はい、この辺に飛びましょうか。うん、こうして。この再開が異常ないことです。これは入り口配管かな、上記の。入り口、こう上がれてますけど、異常なさそうです。配管異常なさそうですね。はい。これは水になった時の。57ミリ。はい。65だね。はい。
中京の北側にあるバルブサックスダブルでこれ決まってますね。A 系も B 系もダブルありますけど決まってます。エモーベンこれ開いてるか閉まってるかわかんないんだけど。開いてないですね。呼吸室入り口この分ゼロ、こちら側もゼロですね。A 系の B 系の呼吸室入り口も閉まってます。よし25ミリ、どうでも分かんないけど行きますか。カバンはないですね。だって水が漏れた跡もないからね。ないですね。じゃあとりあえず戻りますか。はい、戻りましょう。こちらに行きます。これは強いですね。アルツバブルです。ここ高いですから近くに急いで降りましょう。Thank you.
ただ1回ですから。5倍。